チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、ドラフト戦略最後になりました。はい、そうですね、はい。巨人と西武ですか。はい。もうしなくていいんじゃないですか、強いから。もう。いや、それでも。両球団ドラフト取るわけですから。ハンディで。そういうこと。優勝チームはドラフト取らせませんみたいな。面白いですね、それ。ありですね。なんかリーグ優勝したら、はい、ドラフトなし。はい。あ、そう面白い。ここだけかな、盛り上がってんの。いや、ファンの皆さんは、いや、取らせてくれよって思ってますよ。じゃあ、西武。はい、西武。まあでも秋山いなくなるんで。そうですね。はい、いや鈴木大地次第じゃないですか。いや FA したら取りに行くと思うんですよ。西武がですか。はい。外崎を多分外野でずっと使いたいんですよ。はい。そしたら鈴木大地取ればセカンド埋まるんで。そしたら秋山の代わりに外崎外野回して。はい。っていうところあるんで。へ、は、え、い。で多分ね僕の予想はね、はい、来年外野の外国人取ってくると思うんですよ。はい。多分メヒア、ひょっとしたら今年で終わりかもわかんないんで、外野の外国人取ってきて、はい、その秋山の穴を埋めようってすると思うんですよね。うんうんうん、そう考えたら、外野は欲しいですけどね。外野か。履正社の井上くん行きますか。あれお前それしか知らんのかっていうね。なんかどっかの球団でも行くかって聞きましたね。ピッチャー去年松本ね、ドラフト1位で取って、はい、2位に渡辺くんっていう地元の高校生取って、またこれがね、はい、いいらしいんですよ。いい形で投げてるんで、はい、去年は僕12球団で一番西武がいいドラフトしたんちゃうかと思ってるんですけど。あ、そうなんですか。はい、あ。まあピッチャーでもいりますね。ちょっとチーム防御率最下位なんで。はい。でも知ってます？何ですか？今年ね、12球団中ね、11位、1つ上がったらしいですよ。あ、チーム防御率がですか。はい、最下位ヤクルト。でこの前西武に行ったら言ってました、関係者の人が、はいはい、今年はね1個上がってるからね。11 そうなん、まあでも西武といえばやっぱりなんか打のチームってイメージが強いですから、 ね、そこに打のチームとも言えるぐらいのピッチャーが揃えばもう無敵じゃないですか、うん、だからまあピッチャーですね。ちょピッチャー取りましょうか、うん、上位3人は。そうですね、上位3人ピッチャー4人かな、4人、5人、6人、7人みたいな。っていうぐらいピッチャーいる。うん。だってもし、でも、今井とか高橋コーナーとか、はい、若いのも、もう一回向ければすっごくなるんですよ。はい。150キロオーバーバンバン投げてるんで。ええ。だから若いピッチャーもいるんで、まあ、そんなにでも長いながら、もうちょっとしたらいけると思うんですよ。おお。でもまあ、上位2人はピッチャーですね。で3位ぐらいで野手。うん。即戦力ピッチャーですぐ使える人、それとも育てる人の方がいいんですかね。まあ、即戦力でもいいし、育ててもいいし、うん、まあ、とにかくいいと思うピッチャー。はい。いいと思うピッチャーを、じゃあ上位3人ぐらい。あと、キャッチャーもいるんですよ。あそこ、森井以下が、今年も岡田が怪我して、欲しいかな、はい、コーチを選手に回して試合できないから。だからキャッチャーも取んなきゃいけないと思うんですよ。うん、でも、そんなに大学生っていうよりは、高校生のキャッチャーでいいと思うんで、うん、森がいるんでね。はい、だキャッチャーも絶対いります。だから、1位、2位ピッチャーの、まあ、3位、4位で野手とキャッチャーどっちか。で、5位でピッチャーいっときながら、6位野手。じゃあもしかしたら野手本当に少なくなる可能性ありますね。そうですね。キャッチャーとピッチャー中心にってなると。うん、でもやっぱり西武はピッチャーですね。でも秋山もいなくなるんで、野手もいるなっていうね。うん、うん、うん。まあでも、移動一番欲しいのはピッチャーですね。そうですね。はい、だって秋山選手抜けたところで、多分打点はものすごい上げる人が残ってるじゃないですか。でもランナーいる人が出ないと打点上げれないですからね。そっか、秋山選手みたいに出てくれないと。今年だって序盤秋山3番にして、はい、1番金子2番源田で全く回らなかったですからね。そっか。途中から森3番で秋山1番にして、はい、ハマって一気に行きましたけど、何気に秋山重要なんですよ。しかも何気に一番安打打ってるし、はい、出てるってことですもんね。あの打点支えてんの秋山ですからね。それがいなくなるんですよ。立役者ですね。でもね、はい、去年もね、MVP の浅村いなくなってっていう話したらね、うん、勝ったんだよね。そうなんですよ。ねえ、菊池雄星投手もいなくなってますから。ね、まあでも、はい、ピッチャーですね。ピッチャーですね。はい。はい、じゃあ、西武は、まあ、ピッチャーを完全に補強しようということで。まあ、うん、まあ、あと C で言ったらやっぱキャッチャーもしなきゃいけないですね。はい、ちょっと数がいないんで。うん、はい。ピッチャーとキャッチャーは、必ずマストで欲しいという感じですね。はいはい、で、外国人の外野との。はい、うん。外国から取ってくると。あと、鈴木大地が FA した時に考えよう。はあ、なるほど。はい。まだするか分かってないわけですもんね。現時点ではね。俺はもういろんな情報知ってるけど、まだ言えない。あ、うわ、知ってるんだ知ってるんだそうですね、うん。バラせないですよね。バラせない、ここは。ですね。はい。守備義務です。はい。さすがに。僕もね、コンプラあるんで、自分の中に。そうですよね。何でも言うとなっちゃったらね。薄いコンプラあるんで。薄いんですね。はい。では、はい、じゃあもう一球団。
巨人、巨人。いきましょう。はい。ピッチャーとキャ、あの、野手だったら、どっち優先ですか？まあ、ピッチャーもちろん取るんでしょうけど。まあ、ピッチャーっすね。うん。まあ、誰でもいいんじゃない？誰でもいい、来た。欲しいやついっとけいいんじゃない、ジャイアンツは。そうですね。だって、どうせ取るんでしょ。すぐこれやるから。まあ、ピッチャーじゃないですか、でも、どうせ。そうですよね。いや、まあ、多分 FA とかでもいい選手。ね、うん、原監督のね、はい、後輩のね、うん、海の葉、はい、取るっていう話もあるんで、はい。でもそんなキャッチャーいらないと思いますけどね、もう。結構いますよね。だって小林金次郎、大城も出てるし。二、はい、人結構柱になるキャッチャーいるって大きいですよ。で、先発が、菅野、山口、はい、桜井、うん、メルセデス、はい、先発薄いっすね。でも即戦力ピッチャーとか、まあ、即戦力じゃなくても良さそうな気がしますけど、やっぱ奥側が佐々木君行くんじゃないですか、うん、やっぱもうそういう有名どころ取りに行くかもしれないですね、うん、FA で取りに行く可能性もありますからね。あるっすね。ありますよ。今楽天で言ったら三馬投手とかも。あ、三馬とね、はい、なんですか今お金のマークしてます。してませんしてません。そうですね、三馬はね、行く可能性もあるし、巨人なんか取りに行くんじゃないかっていう、ねね、のもありますから、そうしたらまた変わってきますもんね。そうだからね、うん、ドラフト戦略とお金戦略があるじゃないですか、はい、お金さ、はい、だからあのね、あのジャイアンツの、うん、あのベストナイン見てもらえればね、はい、今日分かると思うんですよ。そうでしたね。それ見てもらえればね、うん、はい、僕が何が言いたいか分かると思うんですけど、はい、じゃあ巨人の場合は欲しいと思った、いいなと思う選手に行くっていう感じですかね。だってもう欲しいのを取っていくタイプでしょ。そうですね、チームカラーが。あ、そうか、毎年じゃそういう感じですか。穴を埋めているっていう感じでもなく、欲しいの取るっていう。だからそれはドラフトでもお金でも欲しいの取るっていう戦略ですから、はい、そうですね。だからもう欲しいの取ればいいんじゃないですか、はい、うん、そんななんか細かくねっていう感じもないですよね、うん、はい、今年は特に、しかも優勝もしてるし、うん、どうですか野手こう見てて、大体ポジションはまってますか今。でも新之助もね引退するから、はい、岡本がサードだったらファーストがいなくなるから外国人ですよね、うん、はい、で、まあ、セカンドは怪我から復帰した吉川もあるし、うん、まあ、今年ちょっとブレイクした若林が外野守るっていう案もあるし、はい、で亀井陽もね年齢がかさむから、まあ、なかなかね、うん、っていうところもあるから、まあまあいりますけどね、うん、野手もね、はい、いやでもこれソフトバンクの時にも言いましたけど、三軍っていうところまであって、うん、結構まあ層はもともと厚いチームじゃないですか。まあそこをうまく育てながら、うん、まあ、足りないところはお金を使うっていう戦略なんで、うん、お金使えるっていいですね。やりたていいでしょ。何ですか、 お金が使えるって。お金使えるっていいですね。ね、はい、いいバッグね、ハワイで買ってきていますからね。いやよく覚えてますねそれ。この動画が最後か後か分かんないですけど、はい、まあ、一番最後にしてほしいんですけど、はい、西武と巨人、はい、一番難しかったっすね。ああ、その考えるのがですか、はい、なんでですか。いや、勝ってるから。はい。まあ強いじゃんっていう。そうそうそう。そう、まあまあ、穴っちゃ穴あるけど、みたいなね。はい。それは他のチームの方が考えやすかったっすね。特に B クラス。確かに足りないところが明確に見えてくる。まあ、足りないところがあるから、まあ下の階に行くんですけどね。はい、うんうんうん。そうですね。だからもう優勝チームだってね、好きな人取っときゃいいんじゃないですか。結論そこですか。今年のドラフトのね、うん、一番面白いのはね、はい、そのくじ外してから誰行くかっすね。あ、まあ有名どころがボーンって出てますからね。ここがキャッチャー行くのか、うん、野手行くのか、はい、高校生か、まだ社会人のピッチャー行くのかっていうところで、はい、いろんな選択肢がある中で、うん、その多分奥が佐々木、森下は多分まあまあ抽選になると思うんですよ、はい、それを他を誰が行くかが面白いですよね。そうですね。だって去年なんてね、うん、小僧の根尾、はい、で藤原、うん、行かないで西武は松本行ったっすからね。はい、そうですね、はい、一本釣り、はい、うん、で DeNA とかもここ最近ね、上市あたりに浜口、はい、東とか一本釣りじゃないですか、はい、だからこの一本釣り行く人たちが何を選ぶかっすね。取ったからってね、うん、活躍するかどうか分かんないんですよ。そうです、何回見ますけど、うん、D でしたから。 D ランクっすよ、はい、ドラフト D ランク見てくださいって、はい、そんなチームなかなかないですから、はい、そうです、はい、S に今なればいいんですよね。そうですそうです、はい、後々なればいいんですよ、はい、ということでですね、17日、はい、ドラフト会議、はい、皆さんどうなるのかお楽しみに。